はい、スタートですけどもね、ここは8番の山田久則選手がまずは取りに行きましたね、はいはい、近畿勢が前ということですね。8番の、山田選手、そして3番の稲垣選手、そして5番ですね、七選手がね前に来るので中部近畿のラインが前段ですね、うん、そして中段なんですけども1番ですね、1番の宮本選手、9番の岩津選手、6番の三宅達也選手のラインが中段ということですね。まあ、この中段のね宮本選手のライン非常にね注目されるし、まあスター性のある選手ですからこれからの活躍を期待されてますからね、まあ、それを一心に背負ってまあ走るわけですけども、まあ、後ろについている岩津選手がね、久留米記念で、非常にいい走りをして、まあ、足のあるところを見せてくれてますので、まあ、ここは、宮本選手が、頑張って、岩津選手が浮上の確率が非常に、高いのではないかなと、期待されてますよね。その後ろには三宅達也選手がついて、うん、ここのラインも非常に、充実したラインだと思います、はいはい、中段ですね。そして後方なんですけども今も画面にありますけども2番の佐々木剛選手、7番の香川選手、4番の、室井選手ですね、うん、2番、7番、4番の四国勢、ここも、佐々木選手がパワーアップしただけに、うん、そのスピードをもらって7番の香川選手の突っ込み、まあ、そうなってくるとやはりねここは番手の選手ですね、宮本選手の番手にいる岩津選手、うん、佐々木選手の番手にいる香川選手ですね、うん、はい、その2人の追い込み選手の突っ込みっていうのが非常にきて、うん、ね、ここで佐々木選手早かった、早かったですよね、動きがね、うん、まあ、これに反応して1番の宮本選手を前に行こうとするんですけど挟まれてしまってね、うん、ここでも一気に引いて、ね、宮本選手が引いても、はい、外から仕掛けてもう一回ね、そうですね、叩くぐらいの気持ちがあった方がね、はい、もうきっちりした走、ね、はっきりした感じにした方が良かったのかなと思うんですけど ね、うん、ね、ここもね、もう基本的にはもう佐々木選手も宮本選手は見てないですもんね、そうですよね、うん、はい、山田選手はここからの先行はないですからね、ここでね赤番過ぎて叩いて、はい、まあ、ここでね宮本選手見えた途端に踏んで、うまかったですよ ね、佐々木選手もペースがね、うん、でしゃくってね、そう、ここでちょっとね休んだところに一気に来られたからね、うん、ちょっと佐々木選手も合わせづらかったと思うけど、はい、やっぱここをね合わせていくんだけど、ここは迫力ありましたよね、うん、ここはねやっぱ力で宮本選手はねねじ伏せたけど、うん、ここでなんか8番の、ね、山田選手のまくり頃になったかなと思ったんだけど、そうですよね、雨でねやっぱよく、ね、はい、滑ったらね、はい、そしたらここね、うん、2コーナーから岩瀬選手がね番手から出てきましたけども、ここでもなんかなんでここ出たのかなと思うよね、あ、ちょっともう垂れてきたのか分かんないけどさ、まあ来てなかったしね、はい、まだ、うん、スピードを殺したくなかったのか、そうですね、まあ1着がね1着のみが清流だから、まあ、はい、そこ行ったのかもしれませんけど、ね、あ、シビアにね、うん、はい、はい、でも室井選手 の、 あのゴール前の突っ込み、うん、素晴らしかったです ね、 そうですね、あとゴール前あの岩津選手にぶつかってて、あれなかったら当たってたかもしれないですね、そうですね、はい、まあ、でもやっぱり香川選手がね、うん、まあ、早めに抜いてくれた分、室井選手もねしっかりついてきた分、ね、チャンスがあったのかな、ね、チャンスありましたよね、はい、まあ、一応ラインだもんね、この7番9、ね、7番4番ね、そうですね、はい、ただ、ね、岩津選手が番手から出たからさ、はい、ちょっとあれって思ったけど、はい、基本的にはね並びで入ったって感じだけどね、そうですね、はいはい、このレースも7番、はい、9番でね、岩津選手ね、岩津選手いいですね、調子が、でもやっぱりね周りから見たらそのなんで今のあそこ番手が出たのかっていうところも言われることはないよね、言われるところもあるよね、だからそうなんで出たのって言われる、だそこはもうあのほら走ってる選手しか分かんない距離感とかあるから ね、 ね、やっぱり、はい、さっき言ったみたいにやっぱここ白虎に乗るためにはさ、やっぱりもう一着取り行ってるわけだからさ、出てしまったっていうのもあるけど、はいはい、でも宮本選手からしたらね、あんなとこあそこ強引に行ってるわけだからさ、うん、まあ、残せようと思ったら残せたかもしれない、もうちょっと2センターまで引っ張れたかもしれないし、そこは分かんないところだけどね、ただやっぱり岩田選手も調子良くなってきてるからああいうふうにね出ちゃったのかもしれないし、ね、そこはもうね、そういう感じでしたもんね、岩選手ね、はい、縦足もそう、ね、備えてるんで、そういうところは多少あると思うんだけどね、うん、はい、